第6章バスタブ障害物競争1930年代オマハ1920年代シャンパンの泡のように浮ついた株式市場が一般市民を初めて投資に引き込んだ1927年ハワード・バフェットはそれに加わろうとユニオン・ステート銀行の株式ブローカーの職に就いた お祭り騒ぎは2年後にしぼんだ。1929年10月29日、いわゆるブラックチューズデー暗黒の火曜日に市場は1日にして時価総額で140億ドルを失った。アメリカの連邦国家予算の4倍に相当する富が数時間のうちに消失したことになる。 1929年の市場の損失は300億ドルに達したがこれは第一次世界大戦の戦費に近い額だった破産と相次ぐ自殺のさなか人々は現金を貯め込み株には見向きもしないようになった父が次に売買できたのは4か月後だった最初の手数料は5ドルだった 母は夜路面電車に乗って一緒に出かけて行き父が訪問販売をしている間外で待っていた父が落ち込んで家に帰ってくることがないように大暴落から10ヶ月後の1930年8月30日ハワードとリーラの第2子長男のウォーレン・エドワード・バフェットが生まれた。 5週間の早産だった家計が心配になったハワードは家業の食料品店に雇ってもらえないかと思い父親に会いに行ったバフェット一族のものは他に仕事があるものも加えて店で毎週割り当てられた仕事をしていたフルタイムで働いていたのはフレッドだけだったが給料は本当に安かったアーネストはハワードに もう一人の息子に給料を出す余裕はないと告げたほっとしたようなところもあったハワードは店で働くことから逃げていたし二度と店に戻りたくはなかったしかし家族を飢えさせてしまうのではないかと心配になった食べ物のことは心配するなハワード アーネストがきっぱりと言った。つけをためてもかまわん。祖父はそういう人間だった。とウォーレンは言う。つけをためてもかまわん。アーネストは家族を愛していないわけではなかった。でも愛情をもっとしょっちゅう見せてほしかった。ウエストポイントの実家に戻ったほうがいい。 ハワーードはリーラに行った。そうすれば一日3度の食事ができるだがリーラはとどまった路面電車の切符代を節約し歩いてロバート牛乳店のツケを払いに行ったコーヒーを交代で用意するための29セントが工面できなかったので教会の集まりに行けなくなった バフェット一族の店のの店けを貯めたたくなかったので、ハワードを食べさせるために自分が食事を抜いたウォーレンの満1歳の誕生日の2週間前にあたる土曜日ダウンタウンに行列ができていた378度の暑さの中人々は汗を流しながら信用に不安のある地元銀行から預金を下ろそうと 並んでいたのだ早朝から午前10時まで列がのろのろと進む間自分の前に何人並んでいるかを何度も数え心の中で金融の神のロザリオをまさぐっていた「神様どうか私の晩までお金を残しておいてください」その祈りが聞き届けられるとは限らなかった。 その月に銀行四行が破綻し、預金者は払い戻しができなくなった。ハワード・バフェットが勤めていたユニオン・ステート銀行もそこに含まれていた。ウォーレンは一族の言い伝えを述べる。1931年8月15日、父は銀行へ行った。父の誕生日の二日後だったが、行ってみると閉まっていた。 仕事はないしお金はその銀行にある幼い子供、二2人を養わなければならないどうしていいかわからなかったすぐに仕事が見つかるわけもなかっただが2週間後にハワードと2人のパートナーカール・フォークとジョージ・スクレニカは証券会社バフェット・スクレニカ・カンパニーを開業するための申請書を提出した 実に一匹狼的な決断だった誰も株を買いたがらない時期に株式ブローカーを始めようというのだ3週間後イギリスが金本位制を離脱した債務超過に陥っている国の財政破綻を避けるために通貨発行量を増やして債務を返済するという手段に出たのである国の 政府のみが実行できる巧妙な対策だった当時世界で最も信用されていて流通していた通貨の発行国が赤字小切手を切りますが受け取るかどうかはそちらの自由ですよといったようなものだ金融制度の信用がたちまち打ち砕かれた世界中の金融市場が暴落したすでにふらついていたアメリカ経済のエンジンが 咳き込んで円ストし真っ逆さまに墜落したその渦に吸い込まれるように銀行が次々と破綻したあちこちの町で預金者が銀行の窓口に殺到しては追い返されただがこの大渦巻きのさなかハワードの会社は成功を収めていた最初の顧客はほとんどが一族の知り合いだった ハワードは公共事業株や地方債のような安全な証券を売っていた開業してから1ヶ月の間金融パニックが世界に広まっていたがハワードは手数料で400ドルを稼いだし会社は利益を上げていたその後も預金者のお金が消滅し銀行の信用がガタ落ちになる中ハワードは地方を固めるのに 役立った保守的な投資にこだわり続け着実に顧客を増やし会社を成長させた一家の運が好転したやがてウォーレンの2度目の誕生日が巡ってくる1932年の3月1歳8か月のチャールズ・リンドバーグ・ジュニアが誘拐されて殺害された「孤高のわし」 の赤子の誘拐はキリストの復活以来の大事件だったと批評家の HL メンケンは述べている国中が誘拐をむやみと恐れるようになり誘拐の恐ろしさを親が子供たちに吹き込んだバフェット家も例外ではなかったその頃ハワードはリーラが救急車を呼ぶほどひどい発作を起こしていた 名誉クリニックがその後心臓病という診断を下したその時から生活に制限が加えられるようになった重いものを持ってはいけないし走ったり泳いだりするのも禁じられたリーラにとってハワードはなくてはならない存在だった何しろライノタイプ受食器や臨転機を動かす 惨めな運命から救い出してくれた美しい王子様なのだそのハワードの身に何かが起きるかと思うとリーラはさぞかし恐ろしかったに違いない